はい、こんばんは、ミスターまゆめさん。今回はですね、お酒の売り方を教えてくれということだったんですけども、ミスターまゆめさんならもうね、お調べになってると思いますけども、今、こういうふうなサイトを見てます。高知県って、お酒、どのぐらい飲まれてるかご存知ですかね。飲酒費用、2016年第1位、高知県。ね、圧倒的に高知って、酒が消費される都道府県なんですよ。日本でもね、ダントツです。ね、他の地区なんてかなわないです、全然。ね、よくね、九州は酒飲みだとかね、北海道はよく飲むんだって言うけども、かなわないです、高知には。ということでね、高知は酒がむちゃくちゃ売れます。その代わり、競合も多いです。そういうことを考えると、高知県内に売るんではなくって、最も高知で売れているお酒、高知は、お酒立国なんだよってことでね、全国に売り出していく、海外に売り出していくっていうルートは、まあ、成功の道に近いんではないかなと思いますよね。ここに書いてますよね。総務省の家計調査からなんとかかんとかって書いてますね。9000世帯を抽出してとか書いてますよね。総務省のデータでそういうふうに言われてるわけですよ。アルコール消費量とは弱いながらも性の相関があり、飲酒費用が高い地域でアルコール消費量が多いということですよね。はい、全国のランキング、高知、東京。まあ、東京は人口が多いんでしょうがないですけどもね。そこを抑えてですよ。高知、ナンバーワン。山形、長野、熊本、いずれもね、熊本なんてお酒の強い地区だと言われてますけども、高知はダントツですよ。熊本のね、倍とは言わないですけども、熊本が2万3000のところ、高知がね、もう4倍に上る勢いですよ。あと酒飲みの国だなと。沖縄ね、沖縄ってなんかお酒いっぱい飲みそうじゃないですか。でも18,268円ですよ。高知ね、2倍3倍いきますよね。京都もそうですよね。まあ、いろんなところがね、高知にはかないませんと。いうことですよね。お酒、まあお酒飲むのが偉いってわけじゃないですよ。まあそういう現実があるということですよね。さあ、それではですね、こういうふうな現実をもとに、まあいろんな数字を捉えていくわけですけども、まあ高知は酒が売れてるなと。じゃあですね、他に商品としてのお酒はどういうふうに見ていけばいいのか。まずはこういう感じです。木箱、こういうふうなお酒かっこいいですよね。ミスターまゆみさんね、地酒で10万円のものとか言って作れますかね。だからね、むちゃくちゃ高くてむちゃくちゃ高級みたいなんで、本数は少ないけども月に1本か2本かもしれないけど売っていくみたいなのを、ね、他でもうね間に合わないぐらいの高い地酒っていうのを作ってくれる人がいるといいですよね。で、次行ってみましょうか。ワイン、これか。はい、ここにありますけども、高いお酒を作るんだったらやっぱりね、お酒を飲むおチョコみたいなのありますよね。マスとか、ああいうのをセットで、こんなね、これはワインですけども、スパークリングワインですけども、こういう風な形でセットで売って高い単価をいただいていくっていう方法もありますよね。で、あとはですね、ラベルになんか名前を入れてあげるとかね、独特の名前とかね、なんか坂本龍馬とか入れちゃダメですよ。もうあれはもういっぱい入れてるのありますから。もっともっと、ここは何を入れればいいか今思いつかないですけども、ここにちょっとね、人の心臓をつかむようなね、あんなやつを入れられないかなとか思いますね。あと、そうですね、今お話したのは、1本10万円ぐらいの、本当にね、地酒界のドンペリみたいなやつを作っていけないかなという発想です。まあ、作るって言っても大変になっちゃうんで、作り酒屋にお願いして、サンプルでね、10本ぐらい作ってもらうとか、するわけなんですよ、まずはね。そういうのとか、あとね、月額制のお酒のコースとかいうのも作ってみるとか、これはもう地元向けですよね。もしくは通販するんだったら、遠方の方、月に1本送りますよみたいな感じでね、年間契約していくみたいなのもあると思います。まあこれは顧客をどう探すっていう話になってくるんで、今のところではね、こういうふうな、もうなんかさ、普通の酒屋じゃ考えられない発想をいっぱい作っていきましょうっていうふうな、叩き台での動画になりますけどね。まゆみさんはどのようにお考えでしょうか。やっぱりね、私以上に当事者としてお酒を考えていくわけですから、私がね、ポンポンポンと今ね、適当に出しましたけども、こういうのに負けないぐらいのアイデアを、やっぱりね、100や200作っていかないと、他を圧倒するような境にはなれないと思いますので、まあ、ここでもね、数が出てくると思います。どのぐらい他の競合よりもやれるのか、続けられるのか、凡事徹底できるのか、酒にかけれるのか、もう酒バカ一代になれるかどうかですよね。他にもあります。酒屋さんをお持ちだと思いますんで、そこで、やっぱりね、有名人を呼んで、まあ、試飲会をするとかね、あんな感じのもありますよね。まあ、有名人っていうのもいろんな切り口があります。近所にいる有名人でどなたか頼める人がいないかなとか、
高知といえば平家ゆかりの土地ですから、平家の末裔とされている方をなんか毎週一人ねインタビューしながらお酒を店舗で飲んでいただくみたいなことを YouTube で企画でやってみれば面白いかもしれないですよね。まあ平家ゆかりの人っていうのは結構自称平家のゆかりって結構いるんですよ。だからそれでね何かが起こるとは思えないんですけども、なんか面白いんじゃないかなと。とりあえずなんか企画を立てていろんな企画をやってみるとかね。でやっちゃいけないのが酒飲み大会ですよね。あれ体壊すんで、そういうのを煽るためにやるんじゃなくて、おしゃれにかっこよくお酒を飲むと。でなるべくお酒を飲むときは高いやつをね、いいやつを飲みましょうってことですよね。でそういうふうなムーブメントどうですかね。このデフレで低価格のものだけが新調される中で、あえてね高級路線を行ってみるとか、高級酒専門とかね、まあそんな感じで今ね適当に考えてみましたけども、なんかねこう地元の酒を通販で売りたいんですが、アドバイスお願いしますと。私が今思いつきで言えたのはこのぐらいです。でこの思いつきをどのぐらいミスターまゆみさん自身が作っていけるかってことが一番最初の課題になるんではないかなと思いますよね。その中で実現しそうなやつとか突拍子もないやつとかライバルがいないやつに特化していく、自分らしいやつに特化していくってことですね。いかがでしょうか。ちょっとね私も思いつきだったんですけども、いろいろ考えてみてください。あともう一個ね、アンティークの食器と、なんか酒を合わせるみたいなね、こういうので飲み比べっていうのもあるんじゃないですか。なんかそういうの奥さんと相談してみて、地酒をアンティークの食器でなんか飲めないかなみたいなね、そんな考えてみたらどうですかね。なんか桜をパラッと浮かべたりとかね、なんか金粉並べたりとかね、なんかないですかねそういうのね、遊び心で。ということでございます。ちょっとね、今回はそういうのは取り留めないような動画になりましたけども、こういうことを考えていくっていうのは大事だと思いますよ。その中から本当に使えるやつが出てきます。で何を考えどういう風にしてきたかっていうのも全てね、これは頭の中で考えるだけじゃなくて、言葉に出しながら図解をしながらやっぱり動画に上げていくってことですよね。まあそういう風なことを今思いました。はい、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。あとね2時間で私も一つまた年を取ります。ありがとうございました。失礼します。